エルフリーデ・カウンはドイツの陸上競技選手。1936年ベルリンオリンピックの銅メダリストである。カウンはドイツ北部の港湾都市であるキールで育った。1930年に学校を卒業後、保育士になるための学校に通い、1932年に卒業後、すぐにキールの幼稚園に就職した。1933年に キールのアスレチッククラブに通い始め、最初は短距離と総幅跳びを行っていたが、スピードがあまりなかったため総高跳びに変更。1934年7月には北ドイツの大会で2位。8月にはロンドンで開催された国際女子競技大会でも5位という結果を残す。1935年7月には1メートル60のドイツ記録を樹立。 1936年には、ベルリンオリンピックに出場。ハンガリーのイボやジャークとイギリスのドロシー・オーダムと1メートル60の同記録となったが、ジャンプオフの結果同メダルを獲得した。彼女の活躍は、レニリー・フェンシュタール監督の記録映画、オリンピアにも描かれている。カウンは、2008年3月5日、故郷のキールにおいて亡くなった。 第二次世界大戦前のドイツ人、オリンピックメダリストとして最後の人物であった。ありがとうございます。